リンテンバイエル。岡崎リンテンがラジオで行うギターワンポイントレッスンです。今回のお題はこれ。青春の輝きを弾こうその2、第2週です。カーペンターズの名曲I Need To Be In Love、 青春の輝き、この曲をスタンダードチューニングカポ2フレットでお届けしております。先週はね、第1回目、イントロ、5小節間にあたりますけど、そこをやってみました。もう一度少しテンポを落としておさらいしてみます。ここから A パートです。メロディーが4弦目の開放からスタートしておりますね。G のアットナインスでイントロが終わったところで、このフォームを残したまま4弦目からメロディースタートです。さあ次は G コードですけど、メロディーが1弦の開放からスタートしてますね、ここのパートは。この1小節間ですね、ほとんどローコードの G の範囲からはみ出してはいないんですが、ベース音が 6,4,3,4 ですね。このベース音といいますか、右手親指の動きですね、これは一定の動きをしています。そこにメロディーがかぶっていく形です。さあその次の、コードでいうと G のプラス5あるいは G のシャープ5というコードになりますが、メロディーが3弦目の2フレット、そして、トル和音が4弦目の1フレットです。これを同時にハンマリングさせます。メロディーが、今度は4弦の2フレットからになりますが、これがシンコペートして前の小節にかかっている形になっています。さあここの、ハンマリング 3弦4弦のハンマリングからもう一度いってみますね。と次の小節に入っていきます。で例えば、ここのそうですね、今の一番最後のフレーズなどは、一つの4弦目の1フレットから4弦目の2フレットに向けて、一つの弦を隣り合わせで弾く、パートが出てきます。ただどちらがメロディーかっていうのははっきり自分で認識しておいて、メロディー以外の部分は弱く弾く、そしてメロディーを強く弾くように心がけて弾いてください。もう一度そこをちょっと極端にやってみますね。この最後の4弦の2フレットがメロディーになります。そして次の小節に入ります。さあここですが、2弦の1フレットからスタートしたメロディー、3弦の2フレットのメロディーが入りますが、ここは例えば6弦の3フレットを押さえた薬指、そして4弦の2フレットを押さえた中指、この指をそのままに、人差し指で3弦の2フレットに行くのもいいですし、あるいは今度は4弦の2フレットを押さえていた中指を3弦の2フレットに移し替えて、4弦の2フレットは人差し指で押さえ替える、こういう押さえ方でも構わないと思います。どちらか自分が弾きやすい方を選んでください。ですね、この4弦目、あるいは3弦目でこう押さえ替えが続きますが、その間に6弦目の3フレットを押さえた薬指は動かないようにしてください。以上、この続きはまた次回お届けします。今日のRyntenバイオリいかがだったでしょうか。このコーナーでは皆さんのね、ギターにおける悩み、ご相談、あるいはご質問、何でも受け付けますのでお寄せください。ご質問は番組ブログよりお送りください。番組ブログは検索サイトよりアコースティックウィンドと入力すればすぐに見つかります。またこのコーナーは番組ブログより、ビデオで見ることができますのでね、皆さんのギター向上にぜひお役立てください。以上、Ryntenバイオリのコーナーでした。